皆さんこんにちは。賃貸管理士合格の取説解説講義始めていきたいと思います。担当はレクセニー講師の友継です。どうぞよろしくお願いします。さて、それではですね、今回は、第3章のところの第8編ですね。はい、第3章のところの第3編のところの第8章ですね。逆でしたね。はい、ということでございますので、テキストで言いますとですね、こちらでございます。185ページですね。はい、テキスト185ページのところご覧ください。賃貸業への支援業務というところになります。でですね、まあここもほぼほぼ毎年出てくるところでございます。アセットマネージメント、それからプロパティマネージメント、まあこういった、言葉でございますね。はい、こういった部分を見ていきたいと思います。185ページなんですけれども、まずアセットマネージメント、こちらの方から見ていきたいと思います。はい、まずですね、このアセットマネージメントとは、何なのかってことなんですけども、アセットって資産のことなんですよ。アセットって資産のことです。そして、ま、マネジメントが管理なのは大丈夫ですかね。はい、マネジメントが管理と。なのでアセットマネジメントって何ですかって言ったらば、一言で言ったらば資産管理なんですよ。アセットマネジメントって何ですかって言ったら一言で言うと資産管理で、そのアセットマネジメント、これを行う業務の専門家をアセットマネージャーというふうに言うわけですよね。マネジメントをする人をマネージャーっていうふうに言うじゃないですか。はい、ね、マネージャーって言ったらね、まあ、例えばその、ね、芸能人とかのマネージャーとかって言ったらね、まあ、管理とかサポートとかしてくれる人じゃないですか。スケジュール管理とかもいっぱいやってくれるわけですよね。ということでございますので、はい、アセットマネージメント資産管理ということになっていきます。なので、アセットマネージメントとは、不動産投資について、資金運用の計画決定実施、それから、まあ、実施の管理、まあ、こういうことを行っていきますということになりますね。はい、でイメージとしてはですね、まあ、ここですね、米印の2番です。はい、このアセットマネージメントのイメージとしては、まあ信託銀行あたりを想定しておくのが一番、まあ分かりやすいんじゃないかなというふうに思います。はい、アセットマネージメントっていうのは、信託銀行などをイメージすれば、いいと思いますということで、はい、まずは信託銀行のイメージなんだっていう、そういうものを持っておくといいと思います。では次にこちら、プロパティマネジメントというものは何でしょうかってことですね。まあこっち上のところにもありますけどもね。はい、プロパティマネジメント、これは何ですかって言ったら、まあまず今言った通りマネジメントは管理でいいですよね。はい、マネジメントは管理です。はい、プロパティって何ですかって言いますと、はい、プロパティって何ですかって言いますと財産のことです。はい、ですのでプロパティマネージメントっていうのは財産管理のことなんですね。はい、プロパティマネージメント、まあ、財産管理、まあここで言う財産というのは不動産ですよね。ここで言う財産というのは不動産、不動産の管理ということになっていきます。はい、ということになりますので、不動産の管理をする人たちということで、プロパティマネジメント何を想像すればいいですかって言ったらば、それは、管理会社などを想像しておいてくださいと。なのでアセットマネジメントっていうふうになったらば、あ、信託銀行とかそこら辺のものを指すのかな。はい、そして、プロパティマネジメントっていうふうになったらば、まあ、これはですね、管理会社なんかを指すんだな、そういうイメージを捉えておいてください。よろしいでしょうかね。はい、じゃあ考えてみてください。お金を持っている投資家ですね、お金を持っている投資家の方々っていうのは、そのお金の運用を相談するために、で
信託銀行に行く、こういうケースだってありますよね。こう私の持ってるこの財産どうすればいいだろうかっていう風な感じで、はい、ね、まあちょっと、信託銀行かなんかにちょっと相談に行きますって場合もありますし、まあ、自分で不動産を買ってね、でそれで、管理会社にちょっと管理お願いしますよっていう風に言う場合だってあるわけですということですので、ちょっと次のページのですね図を見ていただきたいんですけれどもね、はい、図を見ていただきたいんですけども、今言ったようにそのオーナーや投資家、つまりお金を持ってる人たちって言いますのは、そのお金の運用を任せるために AM のところにね、ちょっと私のね財産ちょっとね、運用したいんですけれども、なんかいい運用の仕方ないですかねって言って、信託銀行かなんかに行く場合だってありますし、まあ、ちょっともう分かりやすいように書いちゃいますか、まあ、絶対じゃないですよ、AM って絶対信託銀行ですかって言ったら別にそういうわけではないですけど、イメージね、はい、信託銀行のところに、ね、すいません、この財産管理したいんですけどって持ってく場合もあれば、自分で不動産を買って、でその不動産を管理してほしいというふうに思って、ね、管理会社に、ちょっと管理の委託をする場合もあります。そう、つまり財産運用の委託をですね、こちらの信託銀行にすることもあれば、そのね、持ってるその不動産の管理の委託を、PM にする、管理会社にするっていうですね、そういうこともありえますよということになってくるわけなんですね。ということになっていきます。はい、まあ、それが書いたのはここです。はい、AM と PM の関係というふうにありますけども、お金を持ってる投資家はそのお金の運用を相談するために AM に行くことだってあります。実際に自分で不動産を購入して PM に管理委託することだってありますと、いうことになりますよね。で、考えてみてほしいのは何かと言いますと、じゃあ例えばこの、ね、投資家が、AM に委託をしたとしますよね。私の財産を、なんとかね、運用してくださいっていうふうにしましたと。で、そうしたらば、ね、この AM がですね、じゃあ不動産なんかどうですかねみたいな感じで、不動産という形で儲けを出そうというふうにしました。で、そしたらその不動産の実際の管理を自分たちがやるのは大変なので、そう、AM が PM にちょっと頼むわって言って、頼むということだってありますよね、ということになってくるわけですよ。でもちろん、まあ頼まれてるからにはね、ちゃんと仕事をして、でそしてこんな感じですよっていう報告を上げていくこともまあ大事といえば大事ですよね。ということはですよ、ということはですよ、さあ PM の立場になって考えてみてください。はい、 PM の立場になって考えてみると、 PM はAM から委託されることもありえますよね。いや、これ指示って書いてありますけど、要は指示っていうことは、お願いねっていうふうに言ってるわけですから、こうやってっていうふうに言ってるわけですから、まあ、ある意味頼んでるっていうふうに言い換えることもできますよね。そう、つまりここで言う指示というものは、まあ、委託と同じです。そういう意味では、はい、委託と一緒ってことですよね。ということは、そう、 PM は AM から委託されることもあるし、 PM はオーナー投資家から委託されることもありますよね。ここ大丈夫でしょうか。これをちょっとですね、しっかり押さえておいていただきたいんですね。で、なんでこんなことを強調するのかっていうふうに言いますと、ちょっと私一回消えますけれどもね、はい、例えばこういう問題が出たことがあるんです。はい、例えばですね、まあ、ちょっとさすがにスペースの都合で全部書けないので、ちょっと端折って書きますけれども、例えばですね、プロパティマネージメント会社は、はい、アセットマネージャーから委託を受け、はい、その指示のもとに PM 業務を行う。
この問題、丸だと思いますか？×だと思いますか？うん、丸ですよね。いいですよね。はい、丸です。じゃあ、この問題どうですか？この問題どうですか？次、問題いきますよ。はい。プロパティマネジメント PM は、投資家から委託を受けて、はい、投資家のために行われる、はい、業務であると。これどうですかって言ったら、これ丸ですよね。はい、まず上の方で考えてみてください。まず上の側で考えてみてください。はい、プロパティマネジメント会社はアセットマネージャーから委託を受けて、そしてその指示のもとに、はい、PM 業務を行う。問題ないですよね。はい、PM は、投資家から委託を受けて、そして投資家のために、そりゃそうですよね、任されてるわけですから、この人のためにやらなければいけませんよね。はい、この人のために行われる業務である。丸ですよね。そう、結局これどちらも丸になるんです。で、結局どちらも丸になるんですけれども、丸になるんですけれども、これを理解しないで、そう、まあ、つまりもう過去問だけで何とかしちゃおうっていうふうにすると、何が起こるのかって言いますと、こっちではアセットマネージャーから委託を受けた、はい、こっちは投資家から委託を受けていってると。で、なんでそれなのに両方丸なの？結局 PM ってアセットマネージャーから委託受けるの？それとも投資家から委託受けるの？どっちなの？っていうふうな、ことを、まあ、考えてしまう方が多くなってくるんですね。で、それはなんでそう考えてしまうのかって言ったら、まあ、ここを理解しないまま問題に行っちゃったんですよね。で、問題に行って、まあ、問題の中で覚えればいいやっていうふうになってくると、これが両方丸のところに違和感を感じてしまうんですよ。で、実はこれ2つとも過去問です。2つとも過去問なんですけれども、はい、皆さんどうですか？できますか？こういうところっていうことになってくるわけですよね。はい、なもんですから、この AMPM の関係、これはしっかり押さえておいてください。いいでしょうか。まずここの部分っていうものは、大きな枠組みとしてこの図解ですね。大きな枠組みとしてこの図解がちゃんと踏まえられているかどうか、ね、頭の中に入っているかどうかっていうところで、問題か、ね、解けるか解けないか、決まってくるところになっていきます。ですので、まあ、ちょっとやっぱりまずもう根本の基本はここなんだっていう認識を本当に持っておいてください。よろしいでしょうかね。はい、さあ、そしてですね、このAM と PM、ちょっと細かいお話に行きますと、185ページに戻ります。はい、AM と PM、 よく出てくる引っ掛けの選択肢としては、 AM と PM を逆にするというですね、AM はみたいな感じになっていて、ね、主語が AM はになってるのに、その後ろの説明が全部 PM の説明になってたりとかですね、そういった選択肢の作り方が多いので、 AM って何なのか、 PM って何なのかっていうところをしっかりちゃんと押さえておく必要があると、いうことになっていきます。よろしいでしょうかね。ですので、ここの部分も、はい、まあ、アセットマネジメントが資産管理、ね、プロパティマネジメントが財産管理というのは、まあ、それはいいとしても、まあ、具体的にこういうことをやってますよ。アセットマネジメントは資金運用の計画決定、ね、お金メインで扱っていってるっていうことなんですね。はい、で、プロパティマネジメントはって言ったら、実際の賃貸管理運営を行う、つまり、不動産メインでやっているっていう、そういうイメージをちゃんと持てるようにしておいてください。よろしいでしょうかね。はい、ね、プロパティマネージメントは投資家から委託を受けて、投資家のために行われる業務ですと。なお、プロパティマネージメント会社またはプロパティマネージメント業務に関わる担当者が、プロパティマネージメント、プロパティマネージャーというふうに言いますと、まあ、書いてありますけれどもね、まあ、要するに実際の管理をやっていくっていうのが、ここのイメージです。では、次、186ページのところです。プロパティマネジメント会社は自らの業務に合理性があることについて投資家に説明責任を負担しており、
説明責任を果たすための客観的な根拠を常に準備しておかなければなりませんと。ということになりますので、基本、はい、この PM というものは、まあ、AM に報告もしなければいけないし、まあ、この投資家に対する報告っていうものもちゃんと必要になってくるよっていうことになってくるわけですね。まあ、やっぱり委託を受けている以上、やっぱりそれに対してはね、どうですよっていう報告をする、やっぱり義務はありますよね。ということになっていきます。よろしいでしょうかね。はい。で、ここの部分なんですけれども、結構、まあ、よく出てくる部分なんで押さえておいていただきたいんですが、はい。次にですね、ここ、187ページの4番、収益費用項目というところでですね、はい。PM フィーというものですね。こちらに関しても、まあ、押さえておいていただきたいと思います。こちら、横のキーワードのところを見てください。で、キーワードのところの、ここをしっかり押さえておいていただきたいと思います。PM フィーというのは何ですかって言ったらば、一言で言ったら、手数料です。いいですか。PM フィーというのは、一言で言ったら、まあ、手数料のこと。というふうに押さえておいてください。まあ、対象不動産にかかる経費のことって書いてありますけども、もう一言で言うと手数料。要は、経費、手数料なんだって、収益ではないというところはしっかり押さえておいてください。これは決して収益ではありませんということですね。収益ではないんだっていうところをしっかりと押さえておいてください。よろしいでしょうかね。はい。さあ、ということでですね、このね、アセットマネジメント、それからプロパティマネジメント、まあ、なかなか馴染みがない人には馴染みがない言葉ということになりますので、まあ、耳慣れない言葉が一気にガッと出てくると、これは何なのっていうふうになってしまう人も多いと思います。そういう時に、どういうイメージなのかっていうところを、まずは最初に押さえておくと、まあ、入ってくると思います。で、これはね、まあ、私も結構いろんなところで言ってるんですけれども、イメージを捉えることも大事。イメージを捉えることも大事なんですけれども、それだけで問題は解けるようにはなりません。当然のことながら、その問題の出方っていうものがあるわけですね。こういうフレーズ、こういう言い回しで出てくる。まあ、まさにこれですよね。はい。まさに先ほどやったこういうところですね。こういう言い回し対策っていうものもしっかりとしておかないと、やっぱり点数には結びつかないんです。ですので、イメージを捉えて、そして、試験の出方を捉える。この2つの学習が必要になってくるということになります。まあ、これはもうこの、賃貸不動産経営管理士に関わらずです。はい。イメージがつかめないと何が起こるのかって言いますと、さっきのようにちょっと問題文が、違うだけで、どういうことっていうふうになってしまう。それはもう完全に理解をしないで、問題と向き合ってしまったってことになる。でも逆に言えば、じゃあ理解すれば解けるんですかっていうと、それも違いますよってことです。試験には試験の特有の言い回しとか、そういったものがあります。はい。ですので、そこもしっかり学習しておかなければいけないっていうところも踏まえて、まあちゃんとそこのバランスを保てる勉強をしておいてください。特に、ここのね、アセットマネジメント、プロパティマネジメントの部分なんかは、そういう部分がやっぱり顕著です。ですので、まあしっかりとね、イメージつかんで過去問解いて頑張ってやってください。それでは、今回の動画は、以上で終了したいと思います。また別の動画で、お会いできればと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。